皆さんこんにちは。 B レジェンド管理用紙の布目です。 B レジェンド大林です。今日はですね、また新しいものが完成しましたので発表したいと思います。何でしょうか。じゃじゃーん、プロスプーンです。黒いスプーンが、大きなスプーンが、完成しました。この赤い袋に入って、届きます。で、こちらですね、黒の、うん、ちょっとマットな感じの黒、ね、うん、そうですね。中にメモリがついてて、絵のところには B レジェンドのロゴが入ってます。かっこいいです。はい、こちらが、完成しました。で、こちらのですね、黒スプーン完成したんですけれども、今ですね、商品の裏面の方の表記もこれに合わせて、変えていってるんですけれども、今までのそのスプーンで、表記されてるものが全部なくなり次第、新しい、こちらの黒スプーンで、取っていただく表記に、変わっていってるんですけれども、ちょっと今ですね、それが混在している状態になっているので、でですね、ちょっとスプーンがですね、分かりづらいということなので、そういったご意見いただいているので、今回はですね、B レジェンドで今取り扱っている、スプーンをですね、ちょっと全種類紹介した上で、それぞれちょっとご説明したいと思います。まずはですね、こちらの、大きな、一番大きなスプーンが今回できた、こちらになります。そしてこっちのスプーン、これがまあ今まで、プロテインとか、まあ、スポーツ&リカバリーなんかに入っていたスプーンですね。すり切り4杯で、1回分になるスプーンです。はい、比べてみると直径は同じぐらいだけど、うんうん、深さが全然違うんで、まあこれすり切り4杯分の量がこっち1回で済むようになります。はい、なので、新しい、パッケージはですね、もう、付属の、専用スプーン1杯という表記になっていますので、こちらの大きな、黒いスプーンの場合には1杯になりますし、もしですね、お手元にこちらの、スプーンがいた場合にはこれ4杯になります。こう切り替えの時期が商品によって若干ばらつきが出てくるので、ひょっとしたらこう買ったものによってはこう黒いスプーンがついてきたり、まあはたまたこっちの今までの白いスプーンがついてきたりするんで、まあちょっとご迷惑をおかけすることになっちゃうかもわかんないんですけども、順次ね、黒い方のスプーンに切り替わっていく予定ですので、はい、まあ、切り替えをね、はい、お待ちいただきたいなと思います。なので、今出ている B レジェンド商品はですね、こちらに使っているものはほとんどがですね、こちらの黒スプーンに変わります。で、一つだけですね、変わらないものがありまして、そちらがですね、ジュニアプロテインになります。ジュニアプロテインはですね、こちらの従来のスプーン2杯になりますので、ジュニアプロテインの場合は、今まで通りのこちらのスプーンで、2杯で計量していただければと思います。で、その他にもですね、実は B レジェンドでは、まだスプーンがですね2種類、ございます。次に小さいスプーンが、うん、こちら、こっちと比べるとちょっとちっちゃめのスプーンですね。で、このスプーンは使う商品は BCAA とか、あと、グルタミンなんかについてくるスプーンですね。これが、まあ、例えば BCAA だとこれ1杯で 6g。 このスプーンは、特に変わらないので、まあ、BCAA とかグルタミン、あとクレアチンを購入された際はこのスプーンで、測っていただくようにお願いします。たまにですね、お客様間違えてこっちのスプーンで、すくっちゃって、なんかもうものすごい BCAA 粉っぽくて飲めたもんじゃないんだけどみたいな、お問い合わせをいただくこともあるので、まあ、BCAA とか、グルタミン、クレアチンなんかはこっちのちっちゃいスプーン、そのまま使っていただくようにお願いいたします。
でちなみにこの BCAA、クレアチングルタミンについているスプーンなんですけれども、まあ、こちらですね計量スプーンの小さじスプーンと、同じ大きさの、スプーンになりますので、こちらのですね大きめのスプーンとの、違いはですね、まあ、計量スプーンの小さじスプーンというふうに、思っていただければと思います。そしてですねもう一種類、一番小さい、スプーンがあります。こちらのB レジェンド HMB に入ってるスプーンなんですが、これ実はあの HMB だけについてる本当にもうちっちゃなスプーンなんですけども、 HMB のこの容器の中に入ってます。なのでちょっと今ねあの現物が手元にないのでお見せすることができないんですけども、あのそれ以外のスプーンは全部お袋の外側に別でついてくるものなんですけども、この HMB だけは中にそれ専用のちっちゃいスプーン大盛り2杯で、約 1.5g、 こっちの小さじのスプーンの方は、1杯で BGA だと 6g なんで、あの本当にちっちゃいサイズなので、まあ見ていただければわかるかなと思うんですけども、まあそういうちっちゃいスプーンもありますよということで、はい、なので今、まあ、B レジェンドではですねこちらのまあ4種類の、スプーンが、ございまして、なので、まあ、ちょっと今回はですねそれぞれ、の特徴とかですねお伝えしましたので、ぜひですね間違えないように、専用のスプーンで、量を測っていただければと思います。そしてですね今回はこちらのスプーンの完成を、記念いたしまして、なんと10名の方にですね、スプーンをプレゼントしたいと思います。この大きな黒いスプーン、B レジェンドスプーン、欲しいという方はですね、その旨をコメント欄に、書いていただければと思います。当選はですね、そのコメントしていただいたところに、返信、させて、返信コメントを、書かせていただきますので、そちらで、当選発表とさせていただきます。それでは、ご応募お待ちしております。では、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。